はい、で、こっち側にするメリットっていうのはやっぱりヘッドを上げやすいですね。こっち側になればなるほどヘッドってすごい上げにくくなるような感じがして、まあ、上げれないことはもちろんないんですけど、やっぱペン使ってる人って分かると思うんですね。こうなりがちなんですね。こう外側取りやすくて、で、まあ、結局オーバーミスが多くなるんで、まあ、真っすぐ出したいんですけど、なかなか出せないと、なんかどうしても力入るとこう横取っちゃってオーバーするっていうのが、まあ、よくある悪い癖っていうのが多いと思うんですけど、まあまあグリップ浅くしていくとね、やっぱりまっすぐ出しやすいんで、それはまあメリットかなと思います。あまり深いグリップやと相当体に近づけないと、いい面出ないんで、まあ、フットワークに自信があればできるけども、まあ、我々ね中高年にはちょっとあまり向いてないんじゃないかなというふうに思ったりもします。で、まあ、あとは、面を寝せやすいことだし、こういうこう、こっちべちゃっとつけるわけですね。こう指の横じゃなくて、指の横じゃなくて指の腹をつけるようにしてやると、手のひらをそのままこう、なんていうんですかね、手のひらの角度でドライブが打てますね。手のひらの角度で、これ指丸めてしまうと手のひらとラケットが垂直になるんですね。こういう感じで、だからかぶせるときに肩でかぶせるんです、まあ、これがダメって言ってるわけじゃなくて、手首にも限界あるんで、これ以上かぶせると思ったらぐっと肩、まあ、あとは個人のその関節の柔らかさにもまあよると思うんですけど、まあ、そういう制約が出てきます。こうするこっちで持っちゃうと、もうなんかこう、なんていうんですかね、肩何もしなくてもこう面下向くんで、まあ比較的楽にその回転をかけれるというか、こう持つと、まあ、面立てる、まあ、昔はねペン表の人とかはもちろんこうやってバーンってスマッシュ打つためにこうやって持ってたんですけど、まあ、僕なんかはこっちで持ってる方がもう、まあ、同じ向きでこれだけ面の手の角度一緒でもね、これだけ面の角度が初期段階で一番最初の段階で違うというかね、それがまあメリットかなと思います。まあ、これからもねちょっとどんな感じで僕持ってるのかとか、まあ、これが正しいって言ってるわけじゃなくて、まあ、なんか僕も今年の5月からペン8年ぶりぐらいにやったんですけど、まあ、いろんな動画見てみて、なんかその僕らぐらいの30代後半ももうアラフォーですね、40代ぐらいの人がどんな風になんかペン持ってんのかなとかいろいろ気になって調べたんですけど、あんまりないんですね。それはもう主審とかなんかそういうのいっぱいありますけど、あれをまあ見てもあんまり自分には関係ないことが多いなと思って、だからまあ、ちょっとでもね30代40代の人がまあこっちやろうっていう時になんか参考になればいいかなと思って、これからもちょっとずつなんかペンのその、まあ、打ち方を考えるというようなスタンスで、こうですっていうのじゃなくて考えようっていう、僕こうやってますよぐらいの感じで出していけたらなと思います。またよかったら見てください。ありがとうございます。